患者学助です。やっていきましょう。ポーションクラフトの続き、レベルが上がってますね。商売を上げていこうね。視界も欲しいけどね。視界も欲しいけどね。ちょっと視界を取ろうかな。最近はお金よりもポーション作りに苦労してるから。あれ、今回はちょっと不作ですね。船目だった。どうも鉱石か。石を持ってきた。もっと持ってきてやる。だがポーションが必要だ。ポーションが必要だ。強いやつだ。折れない岩盤がある。深く掘れ。手伝ってくれ。そしたらもっと石を持ってくる。あ、いい、完璧。やったじゃん。使いづらいものだと思ったけど、鉱石ね、使いづらいのよ。途中で水を使わせてくれないから。でもあるに越したことはないので、買いますよ、在庫の分だけ。これはちょっと厳しい。あ、でも下沢や右か。いや、一個だけ。値段交渉だ。トン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 。やば。トン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 。高い。さよなら、失敗です。ガメみたいに早く泳げるようになりたいんだ。間違ってないぜ。これですか、速さと稲妻。くない速さと稲妻は許されない。速さの強ポーション、この2つですね。処方します。どうぞ。へい。背中が痛いんだが理由がわからないんだ。でも直したい。軟膏は置いてないのか。2種類の材料から作れたポーションには追加料金を払うよ。単純明快なのがいい。弱いポーションが私に最もよく合う。高額を出してもいいよ。弱いね、弱い。2種類って言った？弱い、簡単だね。テラリアと風花でいけるはず。それは一番最初のチュートリアルでやったやつだね。水花か、水花でいけるはず。よし、弱いポーションです。えい、どうぞ。ね、完璧でしょ。これは戦いの時もっとうまく武器を握れるようになるポーションをくれないか。うまくはあれだな、多分これ針の方だと思う。水に、右に行く方法がね、ないのですよ。あんまり。右に行きたい。あ、これを早速使う時が来たか。鉱石ね、使いづらいからもうゴリゴリ使っていこう。ゴリ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 。よし。あ、右、右難しい。右、水花を無駄にしたくないんだよ。右上でなんとか許して。右上もない。花しかない。あ、魔女キノコもあと1個しかない。いやー、生命の歯でモスシュルームか。魔女キノコで行こう。これはきつくなってきましたよ。いやー、弱ポーションしか渡せないな、これは。あ、でも、あ、左下に行くのか、これ。ま、2で許してください。え、これでしょ？これなんでしょ？ああ、よかった。いや、ちょっと、値段、交渉はまいっか。キノコのおじさん、ありがとうございます。キノコ集めてないときは何してるんですか？ゆっくりしてるよ。森の小屋の中で椅子に座って、キノコ茶を飲み、自伝を書いてるんだ。時には、散歩に行って、リスに餌をやったりするよ。いいな、自伝読ませてほしいな。右に行く、
見に行くキノコをください。あ、あ、逆か。水の帽子だ。あ、すごいすごい。これちょっといただきたいな。すごく右に行ける。あ、アゲアンズ竹もありがたい。沼キノコを、自分がどのくらい何を持ってるかの表示が欲しいな。でもプープシュルーム容器もさっき結構使ったしな。水の帽子いいな。霧のパラソルは結構あるし、あんまり使わないから安い。これよし、容器も安い。よし、値段交渉だ。今度は失敗しないぞ。よし、やったー、レベルも上がったよ。会話終了、ありがとうございます。ちょっと右に行けるようになったな。ちょっと視界を広げていこう。山で地滑りが発生して、俺の村に通じてる地下道が塞がっちまったんだ。どうやって帰ればいいんだ。地滑りですか。爆発ポーションですね、それは。爆発ポーションいかがでしょうか。強ポーションです。あー、さっき買ったキノコだ。もうちょっと買えばよかったかな。どうぞ。完璧でしょ。ちょっと交渉しよっかな。人気レベル、あー、でもポーション価格が結局上がるから、交渉して1減ったらな。あ、でもペナルティが上がっていくのかな。作れなかった時のペナルティが上げすぎても良くないのかもしれない。人気レベル、値段交渉行こう。トントントン。寒いですね最近ね。よし、売却。狩猟の狩りをもっと上手くする。よしよし、さっき右に行く方法を見つけたから、こちらいただきましたのできっと作れますよ。あ、上から行った方がいいな。影あんず竹で、あ、いや、風花で一回上に登って、まあ水でなんとかできるから、とりあえず完璧に伸ばし、よしよしよし。いやー、これはありがたいよ、これいただけるの。うん、とりあえずここまで伸ばして、はい。え、おーおー、ほうほうほう。右下は、右下に行く方法もあるもんね。うん、右下には行けるんだよ。だからもう一回水の帽子を伸ばして、ここまでかな。伸ばして、うん、で右下に、いいね。生命の葉でいきます。大丈夫かな。ちょっと水やった方がいいか。うん、オッケー。でこっからも右下のグッドベリーでいけるでしょ。3いけるのでは。あー、ダメだった。許せ。よし、リンのポーションですよね。はい、許して。お、音楽を好きなんですね。あ、なんか吟遊詩人さんかな。こんにちは。植物の成長を促進するものが必要ですね。それは右下の方だから結構やりやすいはず。あれ、あら、ないわ。右下ですね。グッドベリーでいきましょう。あー、回復のこれも入れてもいいよね。これを矛盾はしてないよね。そうか、ちょっと入れちゃおう。2つ、はい、どうぞ。で、さらに生命の葉を使って、で安全に下まで行って、うん、ほい。で右に、いやー、
最近ちょっと弱ポーションしか作れないけど、これは仕方ないね。仕方ない。断らないだけ、マシよ。はい、どうぞ。こちらになります。え、ごめんね。ごめんね。いろんな食材を新鮮に保つポーションを買ってこいって料理長から言われたんだ。なんかそういうの売ってくれない？材料一種類以上は入れないでくれ。ああ、一個だけ。水鼻にしろということだな。それはちょっと、いやー、うちの材料では厳しいですね。少々。申し訳ない。申し訳ございませんが、少々厳しくございます。グッドベリーで若干下に下げてあげる。ここまでやって、で、こっからこれです。うん、水の帽子で。すみませんね、ちょっと最近材料がですね、うち在庫が切れてきておりまして、申し訳ない。はい、どうぞ。霜です。すみません、ちょっとすみませんね。最近視力が落ちてきたことに気がついたんだ。もしかしたら近いうちに完全に見えなくなるかも。役立つポーションはあるかい？あ、これは力になりたいね。難しいところをご希望ですね。一回上に行った方がいいのかな、これ。お役に立ちたいですが、結構厳しいですよ、これは。結構厳しいですよ、これは。ああ、いや、水の帽子大活躍だな。ありがたい、おじいちゃん、ありがとう。こう言って、強めのやつは難しいかもね。上から左下に降りるやつはあるよね。うん、この子があるから、一回上に登ろうね。うん、こう行って、さらに、ありゃー、こっちか、影あんず竹で行こう。びっくりした。で、右から、難しいな、これは厳しい。あー、グッドベリー惜しいね。生命の歯、あー、そこまで行ったら多分ダメだね。これもうちょっと右に行ってたらいいんだけど。やばいかな。やばいな。ちょっと下げて、この子だな。いけるね、これは多分いける。で、左下に行くのが、悪臭キノコ、うん、いけるはず。ここらへん、もうちょっと伸ばしてかな。もうちょっと伸ばして、悪臭キノコで左下に降りていけるはず。バナナがいい感じ。ケバナナを、よし、ここまで入れて、
になれます。これはよかったー。どうぞ。交渉なんてしないぞ、その理由で。よし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 、4種類の効果をつけていきたい。右はもう限界なので、上っていうのも難しいんだよな。左かな。1、2、1、2、3、4かな。この先にもなんかあるんだろうけどね。はい、左行きましょう。弱効果ばかりで行きたいところですね、これは。左下に行きまして、悪臭キノコで材料がすごく無駄遣いしている気はしますがね。ここでいいかな、一回。うん、ここで一回効果弱をつけて、うん、で、上に登り、うん、風花なら結構あるから風花で、うん、行って、この子が結構使えるよね、容器が買ったからな。しかし微妙だな、効果つかないよねこの距離。あ、ついてた。あー、もったいないことしたね今。あと1回分の風花くらいなら、狂いキノコも結構あるからいいかな。1回分の狂いキノコ、よし。効果2つ目入れて、ここまで行って、どうしようかね。左、うん、グイーンと行くやつ、いい感じ。あ、いいね、トゲ棒で行こう。トゲ棒で、ここまでやって、うん。で、火の鐘で、うん、一番左まで行っちゃっていいね。はい、効果弱で入れ、うん。で、下の方に、あ、毛羽菜か。あー、沼キノコいっぱいあるや。沼キノコで行きましょう。ここまで行き、沼キノコで、ここまで行き、沼キノコで、あ、いいね。ここまで行ったら多分テラリアで行ける。うん、よし。テラリアよりなんか使いづらいやつ。あー、ドライアドのムチにしよっかな。ゴブリンキノコ、いや、ゴブリンキノコなかなか使いづらいね。これでジャックのところまで近づけて、できましたよ、4つの異なるポーション、やったー。あとレイジなんだよな。レイジってバイキルト的なやつだよね、確か。検索してみよう、レイジとは。レイジゲーム、レイジ、ゲーム、ゲーム用語、レイジと激怒。あー、まあまあ、バイキルト的なやつだね。激怒でいくと、火、爆発、空気、魔法、水、生命。怒るんだ。怒るのか。爆発のこっちの方かな。性欲の先？あ、でも生命力という捉え方もあるね、レイジって。激怒。わかんないね、これ。
魅了とか性欲とかそういう人の気持ちに触れるものは、あ、でも睡眠か。でも睡眠と怒りは正反対だよな。暗視、雷、左上と見た。くるいきのこを使おう。くるいきのこと風花で行こう。鉱石を使えるなら鉱石で生きるだけ行きたいね。あ、そこの5個持ってる鉱石、あー左だ。くるいきのこだな。これは風花、風花もいいぞ。あーじゃい、うん、風花で上に向かおう。ちょっとマウスの調子がゆく掴んでうまく、よしよし。で、安定の狂いキノコ、雪水晶、狂いキノコを一回このまま入れてからの、お、あるじゃんあるじゃん、これっぽいな。雲水晶でいこう。うん、よし。で、左、火の鐘を入れて、いけるいける。うんで、左下、左下、悪臭キノコですね。最近悪臭キノコさんにはお世話になっております。うん、よし、これでいく。水入れちゃう？強い効果をつける必要は全くないんだよな。でもちょっとつけちゃう。やったー、レイジ来たねー。でももうちょっと探索したくなってしまう。このね、贅沢な気持ちがねー、失敗を招くのよ。よし、この先何がある？左上、狂いキノコ、そこの大きい経験値欲しいな。大きい経験値欲しい。大きい経験値を取って終わりかな、これは今回は。ね、そうね。よし、ここで終了です。とても先を見たい。よし、ポーション終了。やったー、お見事です。賞を完了されました。新しい賞を開くたびに。はい。いやー、結構来たねー。うん、よし、あ、まだあげられないか。やったー、やだー。よし、新しい賞は5章、日本錬金術器アップグレードを購入する、虚空の塩の処方を買う、虚空の塩を作る、を三つの異なる効果を持つポーションを作る、錬金術マップで超大量の経験値を集める、今ざさに集めちゃったよ今。菓子のポーションを作る、武勇のポーションを作る、空の塩か、これの次の段階かな。あ、ん？アルベドが虚空の塩かな。うん、こういう組み合わせの決まりとかもあるんだ。で、5つの効果のポーションを作れっていう課題があったから、これやっちゃいたいね。ついでに。で、方向性は大体、同じかと思いきや、全然違う方向に行かせる気だ。こりゃ大変だぞー。だって、ここから始まり、こっちに行き、こっちに行き、まあさすがにまたこっちに戻らせることはないと思うから、そうね、不可視と浮遊は、こっちかこっちかな、こういうところにあるんじゃないかな。浮遊は絶対これの先だと思うから、この、速度上がるやつの先だと思うから、
こうとかかな。右側がね、右側のね、資源が全然集まんないもんだからさ、右側が全然探索できてないのが気になるんですが、でも次の章に進めたことで、これは嬉しい気持ちで終われますね。寝て終わりにしよう。うん、はい、おはようございます。ということで今回はここで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。